皆さんおはようございます。カルタクラブのまっちゃんです。この番組は競技された名人川瀬正義のマネージャーなっちゃんが、名人がカルタで最高のパフォーマンスをするために、私がしている日々のサポートや考えていることを気ままにお話しする番組です。今日は7月30日火曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は7月最後の放送になりますね。いや、早いね。ほんと1ヶ月があっという間で、ほんでもってめっちゃめっちゃ暑い暑いよ。暑すぎないですか。皆さん溶けてませんか。私はギリ溶けてないはい、35度とかもうデフォになってますからね。もう日中とか外に出るともう、なんだろう、呼吸が苦しいですもん。10年前とかはそんなことなかったなーって個人的には思うし、まあ、私が小学生の頃とか、まあ、学校に冷房とかなかったですからね、まあ、よくもまああんな環境で授業を受けてたなと思うわけですが、やっぱり温暖化なんですかね。まあ、ほんと最近はもう地球、日本、もう私の周りが暑い気がしますあの気温もね、そうなんですけれど、まあ、聴覚的にも暑いなって思っていて、もう犯人はセミですよ、セミ。まあ、朝っぱらからセミが鳴いてるわけですけど、このセミの声がね、体感の暑さっていうのを余計に回してる気がしてならないんです。はい、ちょっと前からミンミンゼミも追加されて、もうセミの声のバリエーションが増えまして、もう最高潮に耳からも熱い、そんな今日この頃ですとね。はい、このまま本題入りたいと思います。今日のテーマは問題、日暮らしって何の生物なんですけれども、数日前かな、カラス名人と朝ごはん食べてる時に、まあ、この話をしたんですね。まあ、この話っていうのは冒頭のね、まあ、セミの声のせいで余計に暑くないって話。で、最近ミンミンゼミも仲間入りして、まあ、ほんと夏だなーって思うって。で、前まではアブラゼミとか、あとクマゼミとか、まあそれだけだったんだけど、なんか最近ミンミンゼミ鳴いてきてねーって話をしたのね。で、セミの種類の話になりまして、で、いろんなセミいるよねー、日暮らしとかって私が言ったら、え、日暮らしってセミなの？とぞ某名人のたまいけり。え、嘘やん。え、じゃあ何だと思ってたのって話ですよね聞いてみましたよ。はい、川瀬名人の回答。鳥。いや、嘘じゃん。いや、ほんとなんだけどさ、嘘じゃん。この30年間、ずっとそれで生きてたの？日暮らし、鳥だと思って生きてたんですか、名人。ぷっぷっぷー。皆さん、ご一緒に。ぷっぷっぷー。はい、でも分からなくもないですよ。まぁ、ちょっとネーミング鳥っぽいですからね、日暮らし。まあ、鳥もさ、カタカナの4文字って結構いますからね。例えばウグイスとか、ウグイスとか、ウグイスとかね。でもね、日暮らしはセミですよね、皆さんはい、でね、この時に私思ったことがあって、それが何かっていうと、人が持ってる無知の在庫ってどんどん減ってくんだなって。なんだろう、長く生きていけば生きていくほど、いろんなことをね、知って学んでいくから、まあ、自分が知らないことの在庫ってどんどん減っていくんだなって。で、この無知の内容がみんな誰もが知ってる共通でメジャーな知識ほど、その無知がバレた時みんなの注目浴びれるから、コミュニケーションのネタになるなーとか思ったのねで、このメジャーな知識を無知の在庫として持ってるってすごい奇跡だと思うの。しかも30歳でだからこれめっちゃネタになるなって、コミュ障にはもってこいの武器だなって思うんですよ。
そう、あの何を隠そう、川瀬名人自称コミュ障なんですよね。自分からいろいろ話すの実はあまり得意じゃないんですけど、もったいないですね。コミュニケーションも何にもないこの私と2人だけの会話でね、この最大の武器を発動しちゃってもったいないもっとね、あのいろんな初めての人とかたくさんいる飲み会とかね、コミュニケーション力がバリバリ求められる場面で発動すべきでしたね。これはなんだろう、ゲームの始まりの街とかに出てくる雑魚キャラに必殺技ぶち当てて HP 無駄にしてるみたいな、そんな感じねはい、なのでもったいないので、まあ、せっかくなのでこうして今日ラジオのネタにして全世界に広げてあげましたというお話でした。皆さんもメジャーな知識だけど私だけ知らなかったみたいな経験ありますか？もしもあったらね、よかったらコメントレターお願いします。お待ちしております。最後にレターをいただいておりますのでご紹介させてください。ラジオネームマリコンバさんから、前回の放送、教訓、靴は実店舗で買いましょうへのお便りです。なっちゃんさん、タンプレ大変でしたね。でもよかったです。靴は私も失敗したことあります。実家の父がウォーキングをしていると聞き、サイズ等を母から教えてもらい、シューフィッターさんのいるお店で父用のウォーキングシューズを買いました。誕生日父に渡したところ、ポーズ取ってはしゃいでくれてとっても嬉しそうで、本当に買ってよかったなって思いました。でもその後全く履いてる様子がなく、だんだん私がなぜとううと狼並みにうなっていたら、母がこっそり、どうも履き心地いまいちみたいと、シューフィッターさんに相談したのにショックでした。そうか、靴は本人と一緒に行かなきゃダメなんだな。勉強になりました。難しいですね、マリコンブ。ということでレターありがとうございます。いや、仲間だ、仲間がいました。うん、やっぱりね、靴をオンラインで買ったり、あとはプレゼントで本人の試着なしで買ったりするのはかなりリスキーですね。シューフィッターさんいてもダメでしたからね。うん、もうこれはね、学びですよ、学び。でもお父様優しいですね。マリコンブさんにこれ履けないよって言わずに黙ってくれているところ、まあ、ここに優しさ感じますね。素敵なお父さんですね。はい、とにもかくにも靴を買うならおとなしく実店舗へということで、マリコンブさん、レターありがとうございました。とオンラインで靴を買うのに失敗した仲間を見つけたところで、今日の放送を終わりにしたいと思います。今日も皆さんに良い流れが来ますように。いってらっしゃい。